ントセントラルとメットライフのビルを見ながら、うん、世界を変えるぞと思いつつ、極限の遠くっていうのはね、大気圏であり宇宙であり火星である、ベンチャーが自分の子供みたいな感じだったんですよね。で今なんか子供が2人いる感じ。トゥデイズキャッチ新年特別企画、最終日はニューヨークで活躍する日本人 IT 起業家3名をご紹介。今やニューヨークはシリコンバレーに次ぐ世界第2のベンチャー都市、火星に氷の家を作ったり高級ブランドの買取システムを編み出したり、アジア人限定マッチングアプリで6800人のカップルを生んだなど、日本からニューヨークへ果敢に起業、 IT 時代の長寿らのベンチャーマインドとプライベートに迫ります。 Welcome to Material World. When they have things that they want to refresh in their closet, they use our service Material World. 最初は IT とファッションの融合、マテリアルワールド創始者矢野理恵。初日からもうこれだと思って、その通りに歩んでるわけでは全くなくて、1ヶ月で失敗して学んで、それ1週間1日で失敗できれば、その分その失敗から学んでより良いサービスを作り込める。マテリアルワールドは高級ブランド品の下取りサービス、顧客は不要になったアイテムを同社へ送ると査定後買い取られます。矢野さんは古着とファッション業界を巻き込む前代未聞のシステムを考えました。2012年にハーバード大学 MBA クラスの同級生 J チェンと会社を立ち上げます。はじめは3人だけの小さな会社が5年で25人までに。 It's a really easy service where our customers are signing up for a free trade-in kit that gets sent to their homes. They fill it up with clothing, shoes, accessories, handbags that they no longer wear.And send it into us so that we can make an upfront offer for these pieces. So come on in. We're checking out what brand it is, what category, are there any condition issues to note? Because our goal is that once items come through us, we want to match it with another buyer who wants to shop designer pieces for a great price. 高級ブランドの中古品の査定。バッグは2300ドルで買い取りが成立。オリジナルは4100ドルなので、持ち主は半額以上の金額で手放せました。アイデアはもう本当に自分が欲しいサービスから始まったんですよね。新しいものを買うことって楽しいんですけれども、それ買った後それを 2,3 回しか着なくて、罪悪感ですとかそのもったいない感、いらなくなったものを簡単にその次のユーザーに、その端つなぎできるようなサービスがあったらいいなと。So this is our photography studio. You'll see our lovely photo team taking photos of every single item that comes through our door is a unique and original used piece. So it's very different from an e-commerce experience where you take one photo and you sell hundreds of the same SKU. ディレクターも自らマテリアルワールドのサイトからキットを申し込み体験してみました。数日でシンプルな封筒が届き、その中には返信キットが同封されています。記載されたブランド以外は受け付けておらず、販売条件を満たした洋服を入れ近くの UPS にて発送する仕組み。靴も高く売れます。袋に送り先がプリントされているので郵送費は一切かかりません。査定メールが届きました。買取価格は185ドル。使わなくなったアイテムを4点送ったところ、185ドルで買い取りが成立しました。下取り料はペイパルによるキャッシュバック、もしくはサイトでのお買い物に使うか選択できる仕組み。 It's a zero waste service, and it's great because all of these pieces are designer pieces that are high quality. This is Good Environment, this great company. そんな彼女のお宅に訪問しました。赤ちゃんは生まれたのが2ヶ月半前ですね。20代後半から40代後半のお客さんがほとんどなんで、結構その忙しい働くママだったりとかで多いんですよね。家に帰ったら子供の世話をして、外に行ったら働いてっていう、自分のために時間をかける時間がなくなった女性たちにすごい向いてるなっていうのを改めて感じたってなります。産後もエクササイズを欠かしません。毎日仕事してるんで体を動かしてあげないと、なんかこうどんどん自分が鈍っていく。ほとんど座ってますね。ミーティングが多いんで、筋トレの後はヨガで瞑想も。
朝一番に運動すると本当にその脳がすっきりした状態で仕事に行けるんで、疲れてても運動した方が結局気分が良くなるんで、無理やり起きていくようにしてます。リエさんは2009年に行ったイスラエルで企業マインドに火がつきました。みんながこう新しいものを作ろうっていうマインドセット、今26歳だったんですけど、その会社に勤めるだけではなくて自分で何かをゼロから作るっていう選択肢があったんだっていうのを初めて気づきまして、学校卒業した後もアメリカに残って、で次の企業を立ち上げるタイミングを見計らって生活してました。一番やっぱり世界でトップの街で作りたいっていう、まあ、その分チャレンジも大きいですけれども、ここで認められたサービスが作れれば、まあ、世界中どこでも通用するんじゃないのかなという思いでニューヨークで起業しました。マテリアルワールドの中で一番やりがいがあるのは、すでに世の中にある商品を何度も何度もリユースしてその価値をこう長く持続していただくサービス作りの 100% ウェイストのないサービスに作り込んでいきたいっていうのが思いがありますね。アメリカでニューヨーク、LA、サンフラン、シカゴ、アトランタ、DC、フィリーでを主な都市として展開しています。でそれ以外にもオーストラリアですとかカナダにもたくさんユーザーがいます。続いてはアジア人向けアプリ East Meet East、 時岡真理子、アルゴリズムの解析でカップルを。東京都女性ベンチャー成長促進事業やベンチャーカンファレンスで講師を務めるなど話題の起業家として講演に招かれています。このデータアプリでは自分のプロフィールを作った後、年齢や職業など好みのタイプをカテゴライズすると条件に合う人が表示されます。相手の自己 PR を見てお気に入りの相手とマッチしたらチャットが始まります。私の婚活経験から来てます。すごい婚活苦労したんで、やっぱり同じような思いをしてる、まあ、女性の方ですとか の何か助けができればと思って始めたのがイーストミートイーストです。2013年にローンチして以来、アプリを通して相手を見つけたと報告を受けた件数は6800人。実はアメリカでもアジア人の結婚してる人のうち、アジア人同士の結婚が 72%なんで、かなりその人種同士の結婚が高いんです。大手のデートサイトと直接競合せずに成長できるのは、利用対象を中国、日本、韓国、フィリピン、ベトナムなどアジアに特化しているため。2015年9月から売上も 3300% 伸びて、すごく順調に。とある日、時岡さんの出勤前を覗くと、今日はこの前ヨガして、朝起きてヨガをして、でこれから歩いて通勤します。毎日快適に歩くためにスニーカー通勤してます。これはここのバッグに入れて持って歩いてます。会社に行ったらこのヒールに履き替えます。ニューヨークの街を歩くとすごくエネルギーがもらえるので、いつもグランドセントラルとメットライフのビルを見ながら世界を変えるぞと思いつつ。シェアオフィスの一角に時岡さんも社員と机を並べて働きます。この日は社内会議、何やらいいことがあったそう。アプリを通して知り合ったベトナム人カップルが結婚したんです。人の幸せに貢献できる仕事がしたくて起業したマリコさん、嬉しそう。もともと日本で外資系の IT ソフトウェアの会社で働いてたんですけれども、まあ、年齢的にも30歳近くなってきて、もっとなんか社会に貢献できるような仕事がしたいとか、そういうふうに思うようになって、思い切ってそのキャリアは捨てて、オックスフォードの MBA に行きました。やるんであれば本当にビジネス規模を大きくしたいと思ってアメリカで、であとやっぱり日本で何かサービスを作ると、なかなかソフトウェアなんかでいうと海外に展開するっていうのが非常に難しいと思うので、アメリカで組織を作って、アメリカのプロダクトを作ってグローバルに始めたいっていうのが理由です。 Facebook も Uber もアメリカ発、サービスがテクノロジー化している中、オンライン婚活も自然な流れ。
East Meet East is more specialized, and then you can find quality members in a short amount of time. オフィスには自由に使えるカフェやフットボールゲームがあり、ベンチャー企業らしいライフスタイルで働けます。Mariko's, you know, great leader, has strong, you know, strategic direction. アプリでマッチを成功させる3つの秘訣を直伝いただきました。一つは写真を必ず、3枚以上載せるということですね。海とか緑をバックグラウンドにするととっても効果があります。で、2つ目は何かの共通点を見出して話す。なので絶対こんにちはとかこんばんはとか話しませんかっていうのは絶対避けるということですね。で、3つ目はやっぱりプロフィールをもっと具体的に220文字以上プロフィールを書いている場合はかなり成功確率が上がります。週末は友人とハングアウトするのも貴重な時間。オックスフォード時代の同級生とベンチャービジネスについて語ります。すごい楽しいですね。毎日エネルギーを感じて、みんなが何かやり遂げたい目標があって夢があって来てる人が多いので、私も今イーストミートイーストを成功させる夢があるので、すごくこの街に合ってると思います。球であるとかリングであるとか円錐だとか、円筒だとか、そういう、プラトニックな純粋な幾何学、それを組み合わせたりカットしたり、そうやって組み合わせたりモディファイすることで、ちょっとあんまり今までなかった形ができればと。最後は未来の建物をデザインする建築家、その正幸。曲線が美しい数々の建築デザイン、実はこれ全て園さんが手掛けているんです。クリエイティブなインスピレーションを与える建物という一貫した思想で、見る角度によって想像力を膨らませる建築をテーマにしています。もともと物を作るのがね、子供の頃からすごい好きで、絵を描くのもね大好きで、その形を作ったり、あとは物理とかね、幾何学とか、その数学とか物理っていうのもすごい好きだったんですよね。で、それを組み合わせることができる分野。園さんの建築家としての名前を一躍有名にしたのは、2001年に起きたアメリカ同時多発テロの犠牲者を伴うニューヨークのスタテンアイランド911メモリアル。アメリカで大きな建築の賞を受賞しました。マンハッタンの上空に漂う無念に何かしたかった園さん、突然いなくなってしまった犠牲者へ家族の思いが届くようにハガキをシンボルにデザインしました。パースペクティブを使ってそれを操作することで、マンハッタンがより近く見えるようになっているということです。またスタテン島の亡くなった一人一人の横顔を遺族らと一緒に一筆書きでシルエットにし、石に彫りました。その数267名。2017年にはテロの後、瓦礫の撤去作業による健康被害で命を落とした人々も追悼するため、新たに911ファーストレスポンダーズメモリアルを建築。目に見えないグランドゼロの瓦礫の総量180万トンの球体を架空に見立て、演習の一部が具現化されたメモリアル。このカーブを見ると巨大な球体を想像することができます。ここに新たな犠牲者の名前は記載されました。それを想像してもらうために見えないそういう球っていうのを設定して、この形をこの曲率をそこから計算した。さっき言ってた幾何学と数学ですね、完全に。一方で空や宇宙空間に行く建物の研究も重ねています。浮遊させる理由は災害対策と地球環境を守る目的から。論文や展覧会で持論を発表していたところ、 NASA のコンペティションを発見し、蓄積した知識を形にして応募しました。 NASA が2015年に行った火星基地設計コンテストで、園さんらのチームが優勝します。宇宙飛行士の基地として2035年頃の実現を目指しています。マーズアイスハウスは火星の水を使って作る氷の家、厚さ5センチの氷の壁で高度の放射線を防ぐという斬新なコンセプトは多くの注目を集めました。 We used 3D printing because it's very expensive to bring material from Earth to space. If you can just send a printer to Mars and then use whatever's there,
you can save a lot of money、and a lot of time.、so just it's,、it makes a lot of sense、to do that on Mars.人間らしい暮らしができるようにその光を取り入れ氷の持つ美しさであるとか、まあ、生命の象徴としての水っていういろいろそういう技術的な部分心理的な部分デザイン的な部分そういうのを合わせてそういうアイデアを、まあ、提案しました。 New field for Arctic. I think it doesn't matter we build a、project on Mars or on the Earth. I think we want to build a project for I think comfortable space for peopleBe the first architects to design like a house on Mars.、that would be fantastic. But that might not be in our lifetime. That might be sometime in the future. プレゼン内容が評価され、現在 NASA と Mars Ice Home のプロジェクトも進行中。エンジニアや専門学者などとチームを組んで、より実践可能な案に落とし込んでいます。今年、外壁の素材を国際宇宙ステーションに送り、宇宙空間でのテスト実験を行う予定。その3ファミリーがいると聞いてミシェラン星のレストランに伺いました。もともとタトゥーショップであった店舗をその3がデザインしたお店です。手前はモダンなキッチン、奥に進むとヴィンテージな空間へと変化します。 It's really inviting to the people who are dining. Oftentimes we have people asking all about the space. やっぱりなんか物作る人になってほしいですけどね。工具とか大好きなんで、うちであの工具で大工仕事して飛んできてドライバーとか引っ掛くってぐらいの、まあ、ちっちゃくても、まあ、自分たちの、まあ、そのメッセージというか思想というかそういうのが表現できる、まあ、もうちょっと実験的なことがやりたかったっていうのはありますね。 We've known each other I think since the late 90s.And, you know, we're both architects. We're like drinking buddies. 2010年、共同企業に踏み切ったクラウザオ。社名は形が変わる雲に想像力を重ねたいという思いから。人は経験や知覚によって脳が刺激されます。私たち人間も雲のように変幻自在なのです。まあ、僕の世代は特にみんなやっぱりね、まあ、ちょっと上のアポロから始まっての、まあ、今もやってる、ね、スター・ウォーズやブレードランナーが全盛期の時代でその中真っ只中で育って根っこにあるのはそんなもんじゃないですか。もっと遠くに行きたい、ニューヨークに来たけどもっと遠く行きたい。極限の遠くっていうのは、ね、大気圏であり宇宙であり火星である、まあ住めるとしたら火星であるっていうのはあると思いますね。時はテクノロジー戦国時代、IT を絡めた新しいサービスを生み出すことでこれまでの常識を覆してきた起業家たち。そんな彼らが今後世界に新しいルールを作り出す未来はそう遠くないのかもしれません。